すすきの駅、すすきの停留場は、札幌市中央区南4条西4丁目に所在する、札幌市交通局の駅、札幌市交通事業振興公社の停留場である。前者は、札幌市営地下鉄南北線の駅、後者は、札幌市電山花線、都心線の停留場である。駅番号は、南北線が N08、札幌市電が SC23。 ススキの停留場かつては、終端駅であったが、2012年に、西四丁目停留場とつないで、環状線とする方針が打ち出され、2015年12月20日の都心線の開業により、環状線化が完了した。このループ化工事を機に、西四丁目停留場、田向工事停留場同様、上屋は、白いコンクリート製に更新された。ループ化完成後は、 終端駅時代とほぼ同一、南四条通りの中央の安全地帯に二面二線のホームが設置されている。西側には Y 字分岐を設置、外回り線と内回り線の間に抽選が付設され、本停留場から田向工事方面への折り返しが可能な構造となっている。またこの抽選部分には簡易ホームが設置されており、現在は 貸切電車専用停留場として案内されている。ループ化当初、朝ラッシュ時に、抽選部分を使用し折り返し運行を行う電車があったが、2016年11月に折り返し駅が西四丁目、停留場に変更された。停留場のホームには、電停名標が設置されていない。市電の、各電停名標をマグネットにした、オリジナルグッズでは、 停留場の外壁部分に書かれた表示を再現している。東停留場のほか田抜工事停留場、西四丁目停留場の三停留所は、地下鉄すすきの駅、放水すすきの駅、大通駅の乗り継ぎ指定停留場として設定されているため、これらの駅と停留所相互で、地下鉄南北線、東方線と札幌市電との乗り換えが可能となっている。当初は、 すすきの停留場のみが、すすきの駅、放水すすきの駅との乗り継ぎ指定停留場だったが、2015年12月20日の都心線開通に伴う市電のループ化により、現在の形に変更された。すすきの停留場札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は17,069人で、ある。 近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通りである。駅の南側には東京以北で最大の歓楽街、ススキノが広がっており、多くの飲食店、風俗店、ホテルなどが密集している。2021年12月1日現在、路線詳細は事業者記事を参照。このほか近隣に南4条停留所と、 南三条停留所があり、北海道中央バスの豊平区、清田区、北広島市方面などの発着がある。ありがとうございます。